戦に新たに名を連ねたこの男入場してまいります。戦線に一気に殴り込みを果たしてまいりました。鈴木虎太郎の入場であります。虎太郎行けよ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー小太郎オリジナルレスラー頑張れ小太郎。赤コーナー190ポンド鈴木小太郎小太郎小太郎。レフリー西永修一小太郎。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直魅力はどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ローリングしてのキック、ロックアップ、コーナーに振ってトンボを切ってまいります。スタンディングを取り、キックを打っていきます。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを打ち込んでいきます。強烈に打ち込みます。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の流れに持っていきたいですね。カバーに入ります。肩が上がります。打ち込んでまいります。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね、まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。ああ確かにそうなりますよね。勝ち上げ式で打ってまいります。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。コーナーに振った。さあ若さあふれるノアジュニアの一番星でありますこの鈴木虎太郎、師匠三沢が名付けたそのリングネーム通りに戦いの和太鼓を今宵も高らかに鳴らしてくれるのか。跳ね上げてまいります。顔面を捉えます。おっと逆に捉えた。パンチで返します。エルボー、腕を捉えます。返してまいります。組みに行きます。グラウンドでの万字固め。あっとエルボー、ソバットを放ちます。掴んだ後頭部エンジン。ラマヒストラルロープにブレイクしました。掴みます。エルボーをかち上げます。ガードします。エルボードロップ落としてまいります。行くのか、切り返します。エルボードロップ行くのか、対角線に飛ばした。こうやって後ろに倒れる時の受け身っていうのはレスラーの基本ですからね。受け身のうまさっていうのはいわばレスラーのうまさですからね。なるほど、そうですよね。コーナーから全体重を浴びせた。3つは入りません。コーナーに振って
おっと飛びついてフランケンシュタイナー、カウント 2.5、 張り手ブロックした。さあガッチリ入ったぞ。これは強烈に決まってますね。組み合った、場外に落とした。スピンエボー、片エビに持ち込む。ここは仕掛けていきたいですね。ショートボールですよ。はい、トラースキック掴んだ。いや今のは綺麗に入ってますよ。首をかっきったか、起こした。バックを取って垂直落下式バックザンプ、引き起こす、持ってた。ジャーマン